おはようございます。愛知支部の3831の安藤博隆と言います。レースへの意気込み、一走一走大事にして目の前のレースにしっかり準備をして臨みたいと思います。お願いします。こんにちは、登録番号4645番上村純一です。一走一走精一杯走りますので応援よろしくお願いします。こんにちは、4815の伏瀬島雄介です。最後まで、無事故で走れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは、4813の宮内直也です。精一杯レース走ります。応援よろしくお願いします。4875大塚康政です。最終日まで精一杯走るので応援よろしくお願いします。こんにちは、登録番号4059番の伊沢です。船券に少しでも絡めるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、3939の渡辺正史です。今節は優勝目指して頑張ります。こんにちは、4197厚見拓郎です。追加できたんでリラックスしてとりあえずまず1本1投取れるように頑張ります。こんにちは、4610佐藤大輔です。レースでは、A1 上げれば勝率上げればいけそうなので必死に頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは、4851の関博也です。今節はフライング明けですが、スタートもしっかりいって優勝できるように頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。今節から、新しい企画レースが始まります。よろしくお願いします。3467森博之です。一生懸命頑張ります。5060の数原海です。初桐生なので一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、5050木下雄介です。今節は、前節桐生来た時にちょっと苦手意識があったのでその意識を、いい意識に変えていけるように、頑張っていきます。よろしくお願いします。こんにちは、4505の島田健人です。最後のレースまで一生懸命やります。応援よろしくお願いします。登録番号4547中田龍太です。一節間最後まで頑張ります。こんにちは、4035杉井博明です。伸びを生かしたレースをしたいと思います。よろしくお願いします。愛知支部5125高井裕樹です。今節の意気込みはしっかりいける範囲でスタート決めて最後まで諦めないレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。登録番号5133の堀越優希と申します。今節は、スタートしっかりいって展開があればつけるようにしてファンの皆様に船券で還元できればいいなと思います。今節よろしくお願いします。こんにちは、4298宮下元次です。今節はフライング休み明けで30日以上ボートに乗ってなくて久しぶりに乗るので不安ですが、桐生は好きな水面なのでいいレースできるように頑張ります。応援お願いします。こんにちは、3637の斉藤和正です。今節は焦点レースに乗れるように頑張ります。お願いします。こんにちは、5167の小川亮太郎です。今節頑張ります。ナンバー覚えてください。皆さんこんにちは、4062後藤陽介です。今節は期末ということもあってちょっと頑張りどころだと思ってきました。愛知県たくさんいますけど、支部長としてまとめれるよう一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。4751鈴木亮介、今節無事故完走頑張ります。こんにちは、4128川口隆久です。レース、気持ち入れて、集中してレースしたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、3681、山谷慎です。今節はゴールまで精一杯頑張って走ります。応援してください。こんにちは、4389大阪支部の伊藤義友です。今節も一生懸命レースします。応援よろしくお願いします。登録番号4793金子はじめです。今節は冷静かつアグレッシブにレースしていきます。応援よろしくお願いします。
4809埼玉支部の殿崎悟です。いつも桐生はスタートが遅いので今節はできるだけスタートいくように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。おはようございます。4660の宇田川慎一です。今節も精一杯走るので勝ってください。よろしくお願いします。こんにちは。当番3220新橋学です。一生懸命頑張ります。こんにちは。登録番号4598の加藤正彦です。一走一走集中して走ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。4081樋口典正です。一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。3740の大沢慎二です。前回優勝させてもらったんですけど、また普通に頑張りたいと思います。応援してください。こんにちは。3294野中芳生です。今節は頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは。3915重野谷圭介です。桐生久しぶりなんですけど、相性はいいと思ってます。無事故完走で頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。3376萩原宇宙紀です。今節は無事故完走で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。4293鈴木智弘です。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。3455谷本です。今節も頑張ります。はい、こんにちは。3690の河合光弘です。とりあえず一着取りたいです。よろしくお願いします。こんにちは。4184渡辺雄一郎です。僕は現在999勝です。ぜひ今節1000勝達成したいと思います。こんにちは。登録番号4623、三重支部の中北正史です。前節フライング切ったばっかりなんですけれども、スタートはしっかりいって、しっかりレースしたいと思います。頑張ります。こんにちは。3475橋本久和です。今節はまあ、シニアミドルヤングってことなので、まあ、多分シニアの方で多分代表として出ると思うんですけども、なんとか地元桐生で頑張りたいと思います。おはようございます。3560太田克也です。まあ、なんとか1勝できれば2勝頑張ります。はい、3823本部慎吾です。桐生はあまり走り慣れてませんが頑張ります。こんにちは。3565の坂本範一です。今節はとりあえず事故しないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。4043桐本康富です。桐生あまり走んないんですけど覚えてもらえるように頑張ります。お願いします。こんにちは。4273佐藤明です。最後まで諦めないように上位着順を目指して走ります。応援してください。